いろいろ守ってます。私たち J ガール、翻訳や通訳とかやってます。海外の方がですね、いらしてこちらで研修する時の通訳支援等をしてます。先週イギリス行ってきて、今月末にはフィリピンの方に行かせていただきます。放射特化の武器の、捜査員をしていました。その8年いる間に、英語の勉強させていただいたり、たまに通訳の支援をさせていただいたりとかしてたんですけども、 NGO の方、国連の方、それから外務省とか、たまに翻訳通訳とかをさせていただいてました。今陸上幕僚監部、今の職場で先ほど申しましたような仕事をしているという形ですね。陸曹であれば3ヶ月の基礎の英語のコース、それから次に3ヶ月の普通英語課程に入り、その後6ヶ月の上級英語課程というのがあるんですけども、そちらで勉強をまず、できます。でもしくはその後にまた EIC といって通訳課程というのがありまして、そこでもまた6ヶ月間勉強することができます。一般英語も勉強しますし、軍事英語も勉強するし、あとは米軍の基地に研修に行って、そこで実際どういうふうに英語使われているかとか、そういうのを研修するのもあります。アメリカ のテキサス州にあります語学研修所というのがあって、それで半年間アメリカで勉強させていただきました。でも本当その経験もやっぱり今の通訳にすごいつながっているのかなっていうのがあって、自衛隊はどうしても自己完結なので、いろいろなところでこう自分が活躍できる場は必ずあると思うので、もう何でもできると思います。はい、自衛隊では学歴や性別関係なく、とにかくいろんな機会が平等に与えられると思います。高卒でもこんなことまでさせていただけるようになりました。 Where there's a will, there's a way。 意思あるところに道は開ける。